皆さんこんばんは。ガエルチャンネルです。今私のセーフティーレーティングっていうのが、ロードは A クラスに上がったんですけど、他の3つの種類が C のままなんですよね。これを B に上げて、いずれは全部青色の A にしたいなという野望があります。ですので今日は、分かりますか、ダートトラックですね。こちらからのレースをお届けしようと思います。What does THB mean? なんかね、みんな THB、THB って。Top up here, bud. Thank you very much. It's thumb. Thank you. そう、なんか tops up here, bud. Buddy の bud ですね。って言ってるんですけど、意味がよくわかりません。どなたか詳しい人、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。なんかね、ダート特有の文化っぽいですよね。ロードだとあんまり聞いたことはない略称ですね。で、この、わかりますか？この、ちっちゃな、ちょっと可愛い感じのダートミジェットっていう車でレースを行います。このショートオーバル、ここもスピードウェイですね。でこちらで行われる C クラス、ダートオーバル C クラスのレースなんですけど、これ2ヒート制になってて、まず1ヒート目が8周のレースで、次の2ヒート目の、スタートのグリッドを決めるレースですね。最初に計測2周の予選があります。で最後のヒート2の25周のレースで最終的な順位が決まるというものになってます。でこのちっちゃなね、ダートミジェット、かわいい感じかな、そのダイハツミジェットみたいに皆さん思うでしょ。これ全然違うんですよ。まあ見ててください。スタートグリッドは一番後ろ6番手ですね。スタート。これね、めちゃくちゃパワーがあるんです。ほらウィーリーしてるでしょ、前の車。これね、不用意にアクセルを、トラクションが縦にかかりすぎるとパワーありすぎてウィーリーします。ほらほら、これでコントロールするとかかなり大変。危ない危ない。これね、イン側のタイヤに乗っかると横転します。ちょっと失敗した。そしてフロントが浮く。これはね、後から声を当ててるから喋れてますけど、おーすごい、ウィリして進入していく。これね、運転中は絶対喋れないですね、忙しすぎて。なので生配信には全く向いてないレースです。さあもうレース半分経過しましたね。今5周目。まず今回の目的は、この C クラスのレースを4回走って B クラスへの昇進権を得ること。おっと、1台横転。避けていきましょう。 B クラスへの昇進権を得ることと、あとセーフティーレーティングを上げたいなと。ただこのダートオーバルのセーフティーレーティング全然上がらなくて、1レース走って 0.02 とか 0.04 とかですね、すごくわずかな数しか上がらないので、できるだけインシデントはつけたくないと、という状態ですね。さあ8周のレースが終わりました。で次がヒート2ですね。さあ他の車がグリッドについていきますけど、なんかね、私の車グリッドについていて今出なかったんですよね。でなんかレースが始まってて、え、どういうこと。最初にね、一回アンオフィシャルで走った時はヒート2にすぐ進んで、で決勝25周ってあったんですけど、これヒート1の結果が悪かったから
そのヒート2に進めなくて、でこの決勝にも出られなかったって、そういうことなんですかね。あの F1 の、予選のノックダウン方式みたいな、こう上の人しか走れないんだよっていうものなんですかね。ちょっとね、納得はいかないんですけど、いやなんか厳しい世界ですね、ダートオーバル。じゃあ今日はこれで終わりですかね。ちょっともうちょっとまともなレースをお届けしたいと思っているんですけども。あれ？これは？入れた。なんかね、いつの間にか入れるようになってて、で走れるみたいなんで走りましょう。もう半分ぐらいレース周回されてるんですけど、今ちょうどセーフティーカーが入ってるところですね。で、やっとね、分かりました。これ16台参加台数が全部でいたんですけど、ヒート1が8周で、もう片方のヒート1が8周で行われて、でそれぞれの結果の上位の順番でこの16台のグリッドが決まって、今行われている25周の本戦が始まるっていうことなんだと思います。なので、さっき入れないなって言ってたヒート2のもう残り8台の方ですね。そこはおとなしく観戦してコーヒーでも飲みながら、でこの25周のレースが始まった段階で参加するっていう風にしなきゃいけなかったんですけど、それを見逃しましたね。さあもう周回遅れなんで邪魔しないように走りましょう。今日の目的は順位、いい順位でフィニッシュすることではなく、ちゃんとセーフティーレーティングを稼いで、そして、4回の C クラスのレースを消化する、これが目的です。ですのでバトルには巻き込まれないで残りの周回を消化していきたいところですね。でね、このダートミジェット、私が先週乗ってた F3 マシンが完走重量550キロで、パワーが200、おお、パワーが220馬力でした。でこのダートミジェットはスペック的にはそれ以上あるんですよね。完走重量は400キロしかありません。そしてパワーが400馬力、 F3 よりも 2,3 割軽い重量でパワーはほぼ倍あります。なのでダートロードって滑るんでしょうと皆さん思われるかもしれないですけど、滑るけどウィリーするぐらいパワーがあると。でもう一つこれの格上のマシンで、ダートスプリント360っていうマシンがあるんですけど、それはね大体車体が同じぐらいなんですけど700馬力あるんですよね。もうあれはねモンスターマシンで、あれウィリーするどころか、あのコーナリング中に下手するとハイサイドを起こして縦に吹っ飛んで回転します。ああいったねモンスターマシンを操れるようになると面白そうだなとは思うんですけど、でダートスプリントの方は巨大なウィング付きのウィングクラスとウィングなしのノンウィングドっていうクラスがあって、ウィング付きの方はね結構おとなしいというか荒れることのないレースですね。もう本当にね巨大なウィングでもう路面にしっかり押し付けられていきますけど、ノンウィングドの方はねもうジャジャ馬のジャジャ馬ですね。あれはね見てる方は面白いと思いますね。もうこの小さなダートオーバルコースで観客も入って、この闘技場のグラディエーターみたいな、ね、そういう印象ですよね。いやそれにしてもなんかちょうど今チェッカーフラッグが振られました。私11周しかしてないんですけど、いや皆さん早いですね、さすがさすが。で花火が上がってますね。やっぱ雰囲気的にアメリカって感じですよね。アメリカのね、
あのラファっていう会社の矢野さん、矢野社長に教えていただいたんですけど、アメリカ留学してた矢野さんから言わせると、アメリカ南部ではこういったレースが非常に盛んだというふうに教えていただきましたね。はい、というわけで、テレビ画面に切り替えて、うん、はい、というわけで、ダートオーバルの C クラスのレース、ここもレースウェイからスピードウェイからお届けしましたが、いかがでしょうか。このダートのレースは、面白いので、まあ、やってみるとマシンコントロールの練習にもなりますよっていうのがメリットである反面、反面ですね、デメリットとしては、あの追加コンテンツを買うのにお金がかかるっていうのがね、結構デメリットなんですよね。ただこのショートオーバルシリーズは結構いろんなレースで使い回ししてるので、多分5、6種類ぐらい買ってしまえば、オーバル、ショートオーバルはそんなに他買う必要ないのかなと。なのでロードコースみたいに、何種類もコースを買う必要はなさそうですね。ただね、車はね結構いろんな種類があるので、あらかじめ、テストメンテナンスのね時のテストトラックとかでどの車を操作しやすいかを選んでから買った方がいいと思います。私もこの車は好みだなとか、これは、使いづらいからやめとこうとか、そういった吟味をして、車は買いました。はい、というわけでですね、ちょっと明日はもうちょっとちゃんと走ったレースをお届けしたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。